マイアミヒート、マイアミヒート、マイアミヒートは、アメリカ合衆国フロリダ州マイアミに本拠を置く、全米プロバスケットボール協会のチーム、イースタンカンファレンス、サウスイーストディビジョン所属。チーム名は、マイアミがハワイと、同意度にあり、暑いことから、また、白熱のヒートにもかけている。創設1年目は、シラキュース大学のロニーサイカリーを、 ドラフト一巡目で、指名。なぜか、ウェスタンカンファレンスのミッドウェストディビジョンに入れられ過酷な、ロードゲームを戦い続けた子、戦力が全然足りなかったこともあり、開幕当初は17連敗、結局15勝67敗で終わる。2年目には、全体4番目で、ミシガン大学のグレンダイスを指名するも低迷は、続いた。 ヒートが変わったのは4年目1991-92シーズン、ロンロス・スタインに代わりケビン・ローリーがコーチに就任し、ドラフト全体5番目に、ミシガン州立大学のスティーブ・スミスを指名、ボストンセルティックスから移籍したブライアン・ショー、成長したサイカリー、ライス、グラント・ロング、控えのビンボ・コールズたちの力もあり、イースタンカンファレンス8位で、初めてのレイオフに進出した。 しかし、前世紀のシカゴブルズの前にあっけなく0勝3敗で一周された。1993-94シーズンには42勝40敗で、レギュラーシーズン初めての勝ち越しを決めプレイオフ進出、シーズン1位のアトランタホークスに2勝1敗とリード、したが、最終的には2勝3敗で敗れた。 スティーブ・スミスはこのシーズンの活躍が認められ1994年バスケットボール世界選手権のアメリカ代表に選ばれた。1994-95シーズンはスミスらを放出するという不可解なトレードで大幅なメンバー変更を行ったため不本意なシーズンに終わった。1995シーズンの終わり、アリソン家がオーナーとなり、ゼネラルマネージャー兼ヘッドコーチにパット・ライリーが 就任、次々に革新的な選手補強を行った。この先、アロンゾー・モーニング、ティム・ハードウェイ、ジャマール・マッシュバーン、エディ・ジョーンズらの力により、レギュラーシーズンはいつも上位で終わるが、プレーオフでは、マイケル・ジョーダン率いるシカゴ・ブルズ・ライリーが、かつてコーチしたニューヨーク・ニックスなどには勝てず、NBA ファイナルには進出できなかった。モーニングの腎臓病。 その後の遺跡などで、再び低迷するかに見えたヒートであったが、2003年にはドラフト全体5番目で、同ン・ウェード、2004年にはトレードで、シャキーローニールを得し、再び強豪チームの仲間入りを果たした。2004から2005シーズンは59勝23敗で、レギュラーシーズンを終えたが、プレーオフでは、ウェードの怪我もあり、カンファレンス決勝で惜しくも3勝4敗で、 デトロイト・ピストンズに敗れた。そのシーズンオフには、プレーオフに勝つことを主眼に、アントワン・ウォーカー、ジェイソン・ウィリアムス、ゲイリー・ペイトン、ジェームス・ポージーラを獲得した。2005から6年は、レギュラーシーズンこそ52勝30敗で2位であったが、ライリーのヘッドコーチ復帰やウェードの大活躍もあり、プレーオフで、ブルズ、ニュージャージー・ネッツ、ピストンズを NBA ファイナルで、 ガラス・マーベリックスを破り、創設19年目で、初の優勝を果たした。初優勝後は、選手の高齢化や故障者の発生などで、チーム成績は低迷している。2007から2008シーズンには、勝率がリーグ最下位まで落ち込み、シャキール・オニールなど優勝メンバーの多くがチームを折れた。その後、2008から2009シーズンのドラフトにおいて、 マイケル・ビーズリーを一巡目2位で指名。トレードで、ショーン・マリオンや、ジャーメイン・オニールを獲得たことで、ヒートは再び、プレイオフの舞台に戻ってきた。2009から2010シーズン後、FA となっていたクリス・ボッシュが、チームに加入。ほどなくレブロン・ジェームズもチームに加入することを発表。2003年ドラフトの同期であり、現役の各ポジションの第一人者であるウェイド、ジェームズ、 ボッシュという NBA 史上に残るスーパースタートリオがヒートに集結した。それと同時にチームへの忠誠心を忘れて手段を選ばずスーパースターをかき集めたチームの手法は全米から厳しい非難を浴びている。スリーキングス誕生後初となった2010から2011シーズンはレギュラーシーズンは好不調の波はあったがカンハレンス2位の好成績を獲得。プレーオフでは 実力白中と言われたボストンセルティックス、シカゴブルズを撃破し、チーム史上2度目の NBA ファイナルへの進出を果たした。しかし、迎えたファイナルではダーク伸びつき率いるダラスマーベリックスに2勝4敗と敗れ2度目の NBA チャンピオンには到達しなかった。期待されたスリーキングスはレブロンをはじめとして制裁を欠いた場面も多く批判を浴びた。 2011から2012シーズンはシーズン MVP のレブロンの活躍もありカンファレンス2位の成績でプレーオフに進出プレーオフはクリス・ボッシュの故障があったもののニューヨーク・ニックスインディアナ・ペイサーズを順当に破るカンファレンス決勝ではボストン・セルティックスに先に大手をかけられるがボッシュの復活もあり逆転で勝利続くファイナルは4から1でケビン・デュランと ダッセル・ウェストブルック、ジェームス・ハーデンを擁する、オクラホマ・シティ・サンダーを破り6年ぶり2度目の優勝を見事果たした。レブロンは、レギュラーシーズンに続き、ファイナル MVP も獲得した。2012から2013シーズンは連覇へ向けて、オフに、歴代屈指の3ポイントシューターのレイアレンを獲得。チームは、歴代2位のシーズン連勝新記録となる27、連勝を達成。 さらにヒートのフランチャイズ記録の66勝16敗でリーグ最高勝率を記録した。レブロンは昨シーズンに続きシーズン MVP を受賞。プレーオフではカンファレンス決勝でインディアナペイサーズ、ファイナルではサンアントニオスパーズとの第7戦を制し NBA 史上6チーム目となる連覇を達成した。第6戦、第7戦で大活躍をしたレブロンが ファイナル MVP を受賞した。スリーピートをかけた2013から14シーズンは、ファイナルまで危なげなく進んだが、前年の雪辱を期す、サンアントニオスパーズの徹底したチームバスケットボールに対して、レブロン一人で対抗するような結果となり、第5戦合計得失点差がマイナス70点という、NBA ファイナル記録の無語たる結果で敗退した。 2014年7月11日、フリーエージェントになっていたレブロン・ジェームスが、フルスのクリーブランド・キャバリアーズに復帰。またしても NBA に衝撃が走った。一方で、ドウェイン、ウェイド、クリス・ボッシュ、クリス・アンダーセンらは、ヒートと再契約をしたが、シェーン・バティエは、引退を表明。レイ・アレンとジェームス・ジョーンズも、レブロンの後を追うべく、ヒートとの再契約を拒否。これによって、 スリーキングスと呼ばれたヒート王朝は終焉を迎えた。チームは新たにリュオルデンなどを獲得し、新生ヒートとして再出発した。しかし、レブロンの抜けた穴は簡単に埋まるものではなく、開幕から怪我人が続出する不安定な戦いに終始、途中加入したハッサンホワイトサイドの大ブレイクやゴランドラギッチの獲得などがあったものの、ウェードは欠場が多く、ボッシュは オールスター戦後に敗血戦の症状を起こしていたことが発覚し、大事なシーズン終盤を全休するなど、厳しい戦いを強いられ、2015年4月4日のデトロイトピストンズ戦の敗戦で、2007から08シーズン以来のシーズン負け越しが決定し、プレーオフ出場をも逃した。2015年の NBA ドラフトで10位指名権を獲得したヒートは、デューク大学で、 NCAA チャンピオンを経験したばかりのジャスティス・ウィンスローを指名。ウェード以来の大物ルーキーとして迎えられたウィンスローはシックスマンとして守備面で効力を発揮。途中、クリス・ボッシュが前シーズンに続き、敗血戦を再発し、戦線離脱するアクシデントが発生するも、ジョージョンソンの加入や二巡目指名で入団したジョシュ・リチャードソンの台頭もあり、2015から16。 シーズンは2シーズンぶりのプレーオフ進出を決め、地区優勝も決めた。1回戦はシャーロット・ホーネッツを4勝3敗で退けたものの、セミファイナルでトロントラプターズに3勝4敗で屈した。2016年7月2003年にヒートに入団し、エースとして君臨。マイアミの地に3度の NBA チャンピオンをもたらしたドインウェードが故郷シカゴへの帰還を決意し、 シカゴブルズと契約。大きな衝撃が走った。当然ながらチームは再び再編を余儀なくされる。しかし、2016から17シーズンは開幕こそ、出遅れたものの、徐々に調子を上げ、プレーオフ争いに参入。最終的には41勝41敗で、ブルズと同率で終了。ブルズとの直接対決の関係で、カンハレンス9位に終わったが、 ハッサン・ホワイトサイドが新エースに名乗りを上げるなど、実りのあるシーズンとなった。2017から18シーズンは、シーズン途中の2018年2月8日に、昨シーズン開幕前に移籍したウェイドが、トレードで復帰、44勝38敗、カンファレンス6位で2シーズンぶりにプレイオフ進出を決めた。プレイオフ1回戦では、 カンファレンス3位のフィラデルフィアセブンティー・シクサーズ相手に1勝4敗で敗退した。通算勝敗1、255百157。プレーオフ12400優勝3回、太し文字、電動入り選手、優勝時に在籍した選手、在籍時に MVP を獲得した選手、偉大な50人1980年代1990年代2000年代。 2010年代、マイアミヒートのチーム記録、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。